男性合唱。男性合唱とは、変性期を過ぎた男性のみによる合唱の位置形態。インドネシアのケチャや、日本のキアリ、仏教の生命などにも見られる形態であるが、本校においては、特に、クラシック音楽における男性合唱について記述する。生域、性質によって、パート分けされ、高音域から順に、第1テノール、ファーストテノール、 トップテノールとも、第二テノール、セカンドテノール、リードテノールともバリトンバスの4パート、男性4部合唱で演奏されることが多い。時折、テノールバリトンバスの3部合唱や、テノールとバリトンバスをさらに3パートずつに、桁6部合唱という編成も見られる。また、カウンターテナーのパートが加えられる場合もある。主旋律は、通常第一テノールが歌う。バーバーショップスタイル。 後日のアンサンブルでは、第二テノールをリードと呼び、ここが主旋律を担当する。標準的な男性合唱曲の音域は、約2オクターブ半であり、混声合唱に比べると当然狭いが、ファルセットを用いればより高い声域を演奏できる上、バスの低音域があるというよりも広いことから、実際には混声合唱と同等の3オクターブ以上をカバーすることもできる。ヤナーチェクの 彷徨える狂人やシェーンベルクの六つの男性合唱曲作品三十五はこのような極限的な音域を駆使したである。また、この豊かな音域を生かして混声合唱曲を演奏する者たちもいる。例えば、シャンキー・クリア。男性合唱は低音域が充実しているため、バイオンが数多く発生する。それが生かせるようアカペラ、無伴奏での演奏が多い。また、 ピアノや、オルガンや、管弦楽など、他の楽器と共演することもしばしばである。なお、日本の男性合唱団によく見られる名称の一つ、グリー・クラブは、18世紀後半にイギリスで生まれた同盟のクラブに由来する。グリーと呼ばれる形式の音楽を歌う団体であったが、19世紀にはアメリカに伝わり、様々な合唱団がグリー・クラブを名乗るようになる。また、 しばしば見られる、メンネルコールはドイツ語で、男性合唱、団を意味する。男性合唱の歴史は、クラシック音楽に限定しても長い。新約聖書にある、コリントの信徒への手紙一には、夫人は、教会では黙っていなければならないと書かれており、そのため、教会音楽は近代に至るまで、もっぱら男性のみによって担われてきた。今日、グレゴリオ聖歌の録音が、 男性合唱によって行われることが多いのは、その影響と言えるだろう。構成部は、少年や、カウンターテナー、カストラートによって代用された、こうした合唱曲は、現在では女性を加えた、混声合唱団によって演奏されることも多い。19世紀には、教会音楽への女性の参加が、一般的になりつつあったが、男性合唱はこの世紀に、 世俗音楽の分野を中心として黄金期を迎えることとなる。19世紀初めになって、ドイツにリーダーターフェル、南ドイツやスイスにリーダークランツ、フランスにオルフェオンが相次いで生まれ、それらによる男性合唱運動が北欧、東欧やアメリカへと波及していく。この頃に活躍した作曲家の多くが男性合唱団のために指揮や作曲を行った。 ブルックナーを例にとると、彼は1843年に、ハンス・シュレーガーという人物の男性合唱曲に感動し、自ら男性よえ商談を組織して、以来、男性合唱団談で歌い、時には指揮し、時には団のために作曲し、実に半世紀もの間をこのジャンルに捧げた。彼の最初の出版作品も、最後の完成作品も、いずれも男性合唱曲である。 シベリウスも、また、男性合唱団のために数十曲の作品を残し、その多くを初演したヘルシンキ大学合唱団と共に、フィンランドの合唱会のみならず音楽会全体に大きな足跡を残している。ヘルシキ大学合唱団は今日、世界的に著名な合唱団の一つと位置づけられ、日本も含め、諸外国で講演を頻繁に行っている。このか。 グノーはパリのオルフェオンの音楽監督を1852年から1860年まで金上げているし、ワーグナーは短期間ながらもドレスデンのリーダーターフェルの指揮者に就任している。なお、今日多くの男性合唱団に愛されているシューベルトについては合唱運動が本格的に勃興する前に亡くなっているため、彼が直接運動に携わったというわけではない。しかしながら、 運動の高まりとともに、ドイツ圏においてはシューベルトが高く評価され、重症曲として初演された数多くの作品が合唱団に取り上げられた。一方、イギリスはドイツやフランスとは別の道をたどった。17世紀に生まれたキャッチや、18世紀後半以降に、活発化したグリーと呼ばれるジャンルがもてはやされていたからである。サミュエル・ピープスの日記の中にも、 彼がキャッチを歌ったという記述が見られる。また、ハイドンはこれらのジャンルのために、12のキャッチとクリーを編んでいる。イギリスの男性合唱を語る場合に指摘されるべき、もう一つの点は、この国で生まれた世界的な団体である、フリーメイソンとの関わりであろう。この団体は、原則的に男性のみによって運営されており、各種の儀式やイベントで、歌が必要な場合、 当然男性合唱や読唱曲が作られたのである。フリーメイソンに所属していた作曲家にトマス・アーン、ベンジャミン・クック、サミュエル・ウェップなどがいる。ここで列挙した3人はミナ・グリーの作曲家でもある。この団体に関する男性合唱曲のほとんどは今日忘れられているが、モーツァルトが入会後に作曲した男性合唱曲は現在でも CD や楽譜で参照することが可能である。キャッチは、グリーの普及とともに衰え、グリーもまた19世紀後半には衰退し、現在ではあまり帰り見られていないが、グリークラブという名称は、日本やアメリカの男性が唱団に好んで、用いられている。また、19世紀後半のアメリカでは、男が床屋に集まって、無伴奏のカルテットを楽しむのが流行し、 バーバーショップハーモニーと呼ばれる独自のスタイルを築いた。バーバーショップスタイルのアンサンブルは近年、日本でも盛んになっている女性や混成によるバーバーショップアンサンブルも少数ながら存在するが、男性が中心。中央ヨーロッパで黄金時代を迎えた男性合唱は合唱運動の衰退や混成。婚姓 女性合唱の勃興などにより20世紀になると衰えていく。リヒャルト・シュトラウスがドイツの男性合唱団についてほとんど考慮するに値しない、その芸術的な収穫はごくわずかと書き、皆川達夫がオルフェオンの衰退の原因について彼らの演奏する曲がお城音向きのお手軽な音楽に出したことをほのめかしているように男性合唱団や 男性合唱曲の質の低さも指摘されていた。この世紀は北欧、東欧やアメリカ、日本にとっての黄金期と言って良いだろう。ハンガリーにはこの地の合唱の基礎を築いたバルトークやコダーイなど、北欧には前述のシュベリウスやマデトやアルベエンラがいたし、アメリカではロバート・ショーなどが編曲の分野で活躍した日本については口日。 男性合唱運動の中心から遠く離れたロシアにおいて、聖教会の聖歌は19世紀に至るまで以前、男性によって担われていたロシアの教会音楽に混声合唱が取り入れられるようになったのはアルハンルスキーの功績である。現代でもギリシャ聖教会、ギリシャ共和国内の聖教会では、男性が聖教会聖歌の基本である。こうした 正教会の成果伝統もソビエト連邦が誕生すると、正教会成果を恥として、宗教音楽は弾圧される中で大幅に制限され、代わりに民謡の編曲や愛国的な参加、世俗的な内容の合唱曲が求められるようになった。ソ連の軍人で構成された赤軍合唱団は、こうした作品を演奏し、世界的な知名度を得ることに成功している。なお、 ソ連崩壊後には、聖火ジャンルも復興を遂げ、現代のロシア正教会の各地の男子修道院は、多くの聖火 CD を録音するに至っている。現在では、クラシックの他の分野と同様、男性合唱も、また世界の至るところに普及し、各地の作曲家によって毎年たくさんの作品が生まれている。音楽史から見れば、19世紀の合唱運動ほどの力を、 今日の男性合唱会は持っていないが他のジャンルもそうであるようにこの分野もクラシック界の流行と無縁ではない近年ブームとなったグレゴリオ聖歌から民謡、ゴスペル、ポピュラー音楽まで幅広く手がけるアメリカの男性アンサンブルシャンティクリアは癒しブームにも支えられ高い支持を受けている日本最古の男性合唱団である 関西学院グリークラブが誕生したのは1899年のことである。日本最初の合唱曲と目される、滝連太郎の組曲、四季が1900年に生まれていることから、日本の男性合唱史は、日本の合唱曲創作史とほぼ重なる。だが、組曲、四季は、男性合唱曲ではない、一曲目の花が女性二重賞、あるいは女性二部合唱であり、 二曲目、能量は、読書。三曲目、ガツ及び、最後の、雪は、根性予営賞、または、根性四部が、唱曲。滝は、男性合唱の分野と関わらずにこの世を去った。山田工作は、根性合唱や、女性合唱に早くから手を染めながら、そして関西学院グリークラブに所属し、その後も、ーグリーをはじめとして、 男性合唱団とのつながりがしばしばあったにも、かかわらず、男性合唱曲を残さなかった団体化は例外。新次清にせよ、橋本国彦にせよ、諸井三郎にせよ、戦前に活躍した作曲家の多くは、この分野に作品を全くか、わずかしか提供していない。当時の男性合唱団が、日陰の存在だったかといえば、そうではなく、大学を中心に、 男性合唱団体設立の動きが全国的なレベルで見られたし、一部の団体はレコードの録音も行っていた。また、戦前に行われていた合唱コンクール、合唱共演大音楽祭、共演合唱祭の出場団体の内訳を見ると、男性合唱団が、混成、女性に比べて多い。小松康介、木下保、両本慶生ら当時の音楽界の重要人物が、 男性合唱に関わっているという事情も考慮すると、創作活動が、婚生や女性に比べて低調だったのは思いぎである。この時代においては、男性合唱団は、学校の歌を歌う歌は、海外の歌を主として、役史で演奏することが常で、移植活動をほとんど言っていなかった。外国作品ばかりに目を向けていた背景からか、 男性合唱の楽譜は売れないとみなされていたようで、岡本敏明は当時の音楽出版社について、女性合唱の他は出版しようとしませんでしたと、いている。コンクールには出場しないものの、女学校での合唱活動は盛んに行われていた。作曲家をして、男性合唱創作に向かわせる環境に乏しかった。この環境が改善されるには、戦後を待たねばならない。なお、 戦前に男性合唱曲を多数残した人物として、藤清水がいる。多くは民謡の編曲であるが、竹と宗風の詩による、水婦の歌は、戦後になって音楽の友者や河合楽府、全日本合唱連盟などから出版されている。高等教育機関においては、戦後しばらくまで男子の数が女子を大幅に上回っていた。高校、 大学の合唱団における男性合唱の比率が大きい時代が続いたが、やがて女子の高校、大学進学率が高まるにつれて男性合唱団が混成合唱化し、あるいは混成、女性合唱団が設立されるようになり、その比率は小さくなっていく。戦後の日本の合唱会全体を眺めても混成、女性合唱を支えた様々な動き、歌声運動、 ママさん、コーラス、日本の第9ブームなどに比べて男性合唱を支持する基盤が弱かったのは否めない。しかしながら作曲の面では戦前に比して著しいものがある。以下、三つの視点から戦後日本の男性合唱創作の流れを俯瞰する。日本の戦後男性合唱に大きく貢献した作曲家としては清水治と田武彦が挙げられる。 彼らは数百曲の男性合唱曲を作曲し、男性合唱楽譜を数十冊出版している。清水は戦後、全日本合唱連盟に参画し、第一回全日本合唱コンクールのために男性合唱曲を書いた。堀口大学の詩による秋のピエロである。この作品は翌年、合唱組曲月光とピエロに組み込まれた。 月光とピエロは自身の指揮で東京男性合唱団によって初演され全国的な人気を獲得した。彼はその後も山に祈る、アイヌのウポポなど多数の作品をこの分野に残す一方、河合楽譜の経営者として自身のほか、大中音、小倉明、三木みのる、彦らの男性合唱作品を世に送った。忠だ彦は 京都大学男性合唱団で指揮者として活躍するとともに、清水治に作曲の指導を受け、諸女作柳川風俗詩を完成させた。以後2006年現在までに400以上もの男性合唱曲、男性合唱組曲としては65作品ほどを発表している。これらのほとんどが無伴奏である。ここまで日本の男性合唱について作曲家を中心に、 記述してきたが、清水や多田にしても、他の作曲家にしても、彼らの仕事の大多数が、合唱団や指揮者の移植活動によって支えられてきたこと確かである。これは、教育現場、小中高校において、婚生、女性、児童に比して需要が少ない男性合唱において、特に顕著である。月光とピエロを所演した東京男性合唱団は、1948年から、 王人への移植活動を始めたが、清水によると、その頃では全く例のないことであったとのことである。男性に限らず、合唱団の移植活動はこの頃になって、本格的に始まる。その結果、戦前とは、対照的に多くの作曲家が男性合唱に関わるようになった。誰が関わり、どのような作品が生み出されたかについては、主な男性合唱曲に譲る。 戦前の男性合唱団はもっぱら外国の歌を歌っていたが、それらの中には編曲作品も少なくなかった。編曲家としても知られる津川朱一も男性合唱団のためにいくつかの海外の歌を編曲している。戦後、編曲を通して男性合唱団のレパートリー拡大に努めた人物に福永陽一郎がいる。1952年に コンサート活動を主目的とした最初の職業、合唱団である東京コラリアーズを設立し、この団体のために数多くの編曲を行っている。関西学院グリークラブ出身であり、東京コラリアーズに歌い手として所属していた北村京一も後に編曲に携わり、彼らの編曲を、彼ら自身や東京コラリアーズの共同設立者である畑中良介が、 積極的に演奏した。三人に共通するのは、声楽、オペラ界とのつながりも強いという点であり、良いオリジナル男性合唱曲が少ないという福永や畑中の認識もあって、オペラや歌曲、ミュージカルなど様々な分野の作品が男性合唱会に輸入された。以上は他人が編曲したものについてである。日本人作曲家が、 自作曲を男性合唱に編曲した例は、戦前はほとんどないと思われるが、戦後には飛躍的に増加する。高田三郎、水の命、広瀬良平、海鳥の詩小木久保和明、インテラパクス、木下真紀子、箱舟、大中音、島よなど、混声合唱からの編曲が多い。逆に、男性合唱から、混声合唱への編曲も数多く、 先に書いた、清水治の、月光とピエロはその先例である。最初に記したように、いわゆるクラシック音楽以外においても、生命のように、男性のみが歌う形態が古くから存在していた。作曲家の幾人かがこれに目をつけ、男性が商談によって歌われる作品に仕立てている。真泉ず夫の、日本公共曲や藤原義久、ホッケ戦などである。 ここで扱う音楽は、クラシック、現代音楽の作曲家によって書かれながら、合唱団ではなく、普段から生命に取り組んでいる僧侶たちによって演奏される、ものである。この手の作品が登場したのは、現代邦楽や現代雅楽に比べてずっと遅く、1980年代になってのことである。このジャンルの誕生経緯は、木戸と使用編。 日本音楽総書三世明、一、日本音楽総書四世明、二、音楽の友者1990年に詳しい。木戸は国立劇場が開場した1966年から生命の講演を行っているが、それ以前においてはこのジャンルの演奏はもっぱら寺院でしか接することができず、それゆえ多くの人々にとっては未知の音楽体験であった。しばらくは すでに存在している演目を披露していたが、やがて現代の作曲家に新作を移植しようという動きになり、石井牧の河津の生命や近藤譲る、城下、高橋雄治、夢切れ夢の木切れなどが生まれた。生命という伝統的かつ新しい音楽ジャンルは、欧米でも注目され、河津の生命はドイツで演奏されたほか、細川敏夫の感想の趣旨のように、 イタリアの音楽祭から移植を受けたものもある。もっとも生命といっても数十人の声を必要とするような作品もあれば、感想の趣旨のように歌い手が四人というものもあり、すべての生命作品を合唱の文脈で説明することについて慎重な検討が必要かもしれない。ここでは古典廃校の作曲家の作品を生都市順に紹介する。ないは、 伴奏形態を示す。リストの膨れ上がりを回避するため、CD で聴くことができる作品に限定している。戦後の男性が視聴曲に関しても、海外編と同じクリストの膨張を避けるために、CD レコード化されている、コンクール、プライベート版を除く、オリジナルの編成が男性である、すなわち声、女性、各曲などからの編曲ではないの両方を満たしたものを、紹介する。 出版されていないものについては、日本の絶版、未出版男性合唱曲に詳しい。同じく、生都市順にまとめている。便宜上、戦前、戦中の作品についてはオフした。音源がないものも含む、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。